待てよ。本当はもうちょっとですね、時間を置いた方がいいんですけども、だいたい包丁してですね5分から10分以上をあまり長く置くとまたまずいんですけども、訓練としてはでもできたらですね、時間を置いて5分10分ぐらい置いて走らす方がいいんですけども、今回はもうそのまま行けます。はい、ゴー。ほら逃げちゃったよね。こういう感度で撮ってもらわないとダメですね。エルラとラッキートニーがもちろんアンナも飛び込みまでやってたんですけども、これが2番かな。おお、えらいぞ。ま、見てください。これだけですね、近いです。当然ここまで寄るとですね、生地になる生地をすくめて止める力がなかったら飛んで逃げられます。だから。難しいところですよね。血統によってはですね、全くこういうことをしたらダメな犬もいるんですね。グッドボーイ、グッドボーイ、えらいぞ。飛び込ませました。いっこ、ポップ。えらいぞ。待てよ。オッケー。OK。はい。あそこでターンすればもう匂い取りましょう。ほら、取った。ね。あれは3番だ。おお、えらいぞ。Good boy。 口も開けることなくですね、まんじと結んだあれで、でですね、チェックコードはどういうことかっていうと、チェックするためのものですから、このコードのですね向きを見れば分かりますよ。これどっかこの島でも匂いを取ってですね、いきなりここに来てパンとあれを狙ってるわけですよね。これが物語ってますよね。これ長いのつければもっとですね行動がよくわかるんですね。これがチェックコードなんです。3番、えらいぞ。グッドバイ。生かそうかな。はい、ゴー。グッドバイ、グッドバイ。帰ったね。また明日遊ぼうで帰ったよね。オッケー。さあ、この前のですねカラカゴをどういうふうに反応するかです。最近この子はすごく残暑にもこだわってたんで、この数日間のトレーニングというか
これトレーニングじゃなくてですね、私は紹介するために、一応トレーニングやったんですけども、はい、こう。あっ。おお。カラカゴにどう反応するかですね。おお。はあ。全く反応しないでしょ、横切ったけどもね。はい、ゴー。で、向こうの第一バードどうするかですよね。ああ、全然。はい、ゴー。はい、はい、はい。入る前、ね、全然花も向けんでしょ。これがですね、本当に花の入った犬なんですよね。もし花が入ってなかったら、ここそのままこの匂い取れます。今ここ取りましたからね。でもあれ、どこ行った。 OK、 Hey, come in. Ah, good boy.